インコは、インコ科に属する約330種類の鳥の、総称で、オウム目を構成する二つのトガのうちの一つである。もう一つのトガであるオウム科の鳥も、英語では、パロッツと呼ばれるが、インコトゥルーパロッツには分類されない。インコは、オウムよりも広く分布しており、アメリカ、アフリカ、アジア、オーストラリアとポリネシアに至る太平洋東方まで生息している種がある。インコ科は、 インコ赤とヒインコ赤の二つの赤から構成される。しかしこれとは異なる分類法もあり、これら二つのグループがインコカとヒインコカと呼ばれ、正規のトガとして記述される場合もある。ほとんどの大胸の鳥がそうであるようにインコカの鳥も、基本的に、種子食である。個々の種によって多少バリエーションがあり、果実、ナッツ、ハそして昆虫や、時には、 他の動物を捕食するものも種類によっては存在する。ヒインコは主に花の蜜を食べているが、他のインコも同様に蜜を食べる。ほとんどのインコは木のうろに巣をかけ、一歩一歩でつがいを作る。旧館長と同様、教えることによって人語やその他の音声を真似て発声するようになる。記録では105以上発話できた個体もいる。保護食とは異なる。 鮮やかな色彩の羽毛を持つことが多い。くちばしは湾曲し、穀物及び種種類の殻を割りやすくなっているほか、木の枝や鳥かごを加えてよじ登ったり移動したりする。種類の区別は見た目ではわからない種類が多い。オウムメはオウムかインコかの二つのトガからなる。ありがとうございます。